ダージェス・ジェンキンスはアメリカ合衆国の俳優。2000年の映画タイタンズを忘れないでアカデミー俳優でエンゼル、ワシントンに対抗する役。2007年の映画リーピングでヒラリー・スワンクの夫、デイビッド・ウィンター役を演じた。数々の賞を受賞した2009年のインディペンデント映画ウェズレーでケビン・マッカーシー、ジューン・ドックハートと共演し、 宗教的リーダーのジョン・ウェスレーを演じた。テレビでは、ライフタイムのアーミー・ワイフ、私はラブリーガルにレギュラー出演しつつ、CW の連続ドラマ、ワンツリー・ヒルの第6シーズンで、ボビー・アイロンズ役を演じた。実話のドラマ化、アンシャックルドで、ステーシー・キーチと共に主演。インジグニフィキンとアザーズのブルース・スノー役で、ボストン映画祭で最優秀俳優賞に、 ノミネートされた。2012年より、ABC のナッシュビルに、コニー・ブリットン演じるレイナ・ジェームスと長年の友達でありプロデューサーのランディ・ロバーツ役で出演。タイタンズを忘れない以ライ・ヘイデン・パネッティアと共演。ロバート・カーネギーやア,アカデミー賞ノミネート俳優、ジェフ・ゴールド・ブラムと共にプレイハウス・ウェストで、メーズナー演技法を学んだ。バイオグラフィー・フォー・バージェス・ジェンキンス・ハット・メソディスト・マン ウィンストン、セーラームランドマークスケームインハンディウェンザレブ、ジョン・ジャックマン・ワーズ・ダークティングヒズレーテストフィルム、ウェズレー、アーカイブド2009年11月25日、アットアーカイブ、イズハット、アーカイブされたコピー。2014年12月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年9月3日閲覧、バージェス、 ジェンキンスアットフィルムバックハット http コロンスラッシュスラッシュ www.bostonfilmfestival.org スラッシュ docs スラッシュ bffreq.pdf ハットウィンストンセーラムアクターチョーズンフォーロールオンニュー abc ショーアーカイブド2012年5月18日アットアーカイブイズ ありがとうございます。